それは5月のちょっと暑い日のことでした。姉さんと一緒に散歩に来ていたアリスはすっかり退屈していました。ああつまんない。ひな菊でも摘みに行こうかしら。でもそれもなんだか面倒くさい。アリスはいつの間にか不思議な部屋に来ていました。あら、鍵だわ。あー、ダメだ、どれにも合わない。あら、通る方法はないかしら。例えば私の体を小さくしちゃうとか。そうよ、何かそういう方法があるはずよ。あんまり不思議なことばかりが起きるので、アリスはここなら何でもできちゃう、そんな気になっていたのです。私は何でだって。ダメダメ、毒かもしれないじゃない。でも毒とは書いてないな。あ、おいしい。なんだろう、チェリーパイみたいな、プリンみたいな、パイナップルみたいな、とにかくすっごくおいしい。私を食べて？どうなるかわからないけど、食べちゃおう！何も起こらないじゃない。
遅れちゃう遅れちゃう。ねえウサギさん、なんだか暑い。まったく今日はおかしな日。次から次に不思議なことばっかり起きて。あら、この扇子。あ、いや、いつの間にか海になってる。違う、これは私の涙だわ。もうちょっとで溺れるところだった。とにかく行けるところまで行ってやれ。アリスは森の中へと入っていきました。小さいと森を歩くにも一苦労ね。なんとかもうちょっと大きくなりたいな。とにかく何かを食べるか飲むかすればいいんだわ。でも何を。あんた誰だね。私はアリス。今朝までは確かにそうだったの。でもその後いろいろ変わっちゃって今は誰かしら。一体何を言っとるんだ。もっとちゃんと説明せんか。とにかく変なの。一日のうちに何度も大きさが変わっちゃって参っちゃうのよ。別に参っちゃうことはないよ。そりゃあなたはそうでしょうよ。でもそのうちあなたがサナギになって、それから蝶になったら私の気持ちがわかると思うわ。わからんね。もうとにかく私は今よりもうちょっと大きくなりたいの。7センチちょっとしかないなんて惨めっぽいんだもの。わしも7センチちょっとだがね。あら、別にあなたの悪口を言うつもりじゃ。私はこの大きさに慣れてないもんだから。それでそのうちになれる。なれる？それまで待ってられないわ。あぷえ、こっち側は大きくなる、あっち側は小さくなる。何のこっち？何のあっち？キノコのさ、んじゃあっちとこっちって言ったってキノコはまん丸なんだもの。あっちもこっちもないじゃない。それならこうやって。さてどっちがどっちかな。手と左手のキノコをちょっとずつかじって、やっといつもの大きさに戻ることができました。はあ、これで元通りだけど、なんか久しぶりなんで変な感じ。あの家に行ってみよう。あ、でもこのまんまじゃちょっと大きすぎるわね。これでよし。そこは公爵夫人の家でした。にゃお。わあ、変な猫。あれはチェシャ猫です。チェシャ猫。そうですよ。ブタ。私は女王様とクローケゲームの約束があるの。あ、行かなくちゃ。チェシャ猫さん、私これからどこへ行ったらいいの。
そりゃあんたの気分次第さ。そう言われても、この近所にはどんな人たちが住んでるの？こっちの方には変わり者の帽子屋が住んでて、こっちの方には三月ウサギが住んでる。どっちでも好きな方を尋ねたらいいさ。二人ともとびっきり変なやつだけど。あ、消えちゃった。それじゃあ私は三月ウサギのところに行ってみよっと。アリスはまたキノコをかじって、少し大きくなると三月ウサギの家へ向かいました。席はない、席はないよ。席ならいくらだってあるじゃない。ワインはどう？ワインなんてどこにもないじゃない。ないものを勧めるなんて失礼ね。呼ばれもしないのにここに来て座る方がよっぽど失礼だ。あなたのテーブルだとは知らなかったのよ。こんなにたくさん席があるし。こないだの3月、俺はハートの女王の大コンサートで歌ったんだよ。キラキラコウモリちゃん、お前は一体何欲しい？この歌知っとる？あは。似てる歌は知ってるけど。キラキラコウモリちゃん。とにかく俺は歌ったんだ。すると俺が一番を歌い終わらないうちに女王が言ったんだよ。この者は時間の無駄遣いをしておる。首をちょん切れ。ひどい。それ以来時間は俺の言うことを聞いてくれない。いつでもお茶の時間のまんまなんだ。だからこんなにカップが並んでるのね。そう、茶碗を洗う時間もないからこうやって綺麗なカップを手に入れる。こんな風にへんてこなお茶会はしばらく続きました。こんなお茶会もうたくさん。もうこんなとこ二度と来ないわ。あら、ねえ教えて、どうしてこのバラにペンキを塗ってるの？それはね、お嬢ちゃん、女王様が赤いバラを植えろとおっしゃったのに、間違って白いバラを植えちまったんだよ。このことがバレたら私たちは首をちょん切られるんでね。首をちょん切られる？女王様のお出まし。あら、うさぎさん。そなたは何者じゃ？アリスです、女王様。そなたたちはここで何をしておった？それはその、こういうことであったか。この者どもの首をちょん切れ。なんだ、そなた黒毛はできるか？はい。じゃあおいで。こうしてアリスはハートの女王と黒毛をすることになりました。ところが女王の黒毛はとっても変なゲームでした。どうしたの？早くおやり。はい。じっとしてよ。あら、その者の首を切れ。
あの者どもの首を切れ！やめて！お助けを！女王様たらればっかり。これじゃそのうち誰もいなくなっちゃう。あら、チェシャ猫さんじゃない。調子はどうだい？もう最低。みんな全然ルールを守らないんだもの。ぐちゃぐちゃよ。女王は気に入ったかい？まさか！あの人と来たら。とっても上手なんだもの。私なんか勝てっこないわ。誰と話しておるのじゃ？友達のチェシャ猫です。お前の目つきは気に入らんが、私の手にキスしたければしてよいぞ。やらこって、ビー！なんだって、無礼な。この猫の首をちょん切れ。首を切れと言われましても、初めから首しかないのでは。なんもにじゃ。誰か何とかせんか。そなた、ニセウミガメと会ったか？いえ、ニセウミガメなんて知らないわ。それなら一緒においで。さっきの首切りは全部取り消しじゃ。この者をニセウミガメのところへ案内するように。グリフォンは女王の命令通りアリスをニセウミガメのところへ連れて行きました。なんで泣いてるのかしら。別に何でもないんだ。おいニセウミガメ、この子にお前の身の上話をしてやりな。じゃあ二人ともそこに座って。昔はね、僕本物のウミガメだったんだよ。ニセウミガメの身の上話というのはなんだか湿っぽくて、アリスはすっかり退屈してしまいました。もう身の上話はやめやめ。今度はダンスの話だ。ダンスってどんなダンス？ロブスターのカドリールだ。すごく素敵なダンスなんだよ。まず横一線に並んでな。横二線だよ。パートナーはみんなロブスターなんだ。こうやってな。よっ、あっ、よっ、は、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よっ、よっ、は、よっ、は、よっ、よっ、おっ。裁判開始。ん？あぁ、こい。裁判って何の？そんなことどうでもいい。アリスはあっという間に裁判所に来ていました。へえ、あのジャックが裁判にかけられるのね。でもどうして？訴状、ハートの女王様のパイを盗んだ罪でハートのジャックを訴えます。よろし、評決に入れ。その前にすることがたくさんございます。まずは証人を。よし、最初の証人を呼べ。変わり者の帽子屋。申し訳ございません、王様。まだお茶の時間が済んどりませんで。帽子屋と公爵夫人が次々に証言台に立ちました。何か証言はないかな。しかし二人とも全然役に立ちませんでした。次の証人は、アリス。あらら。アリスは少しずつ元の大きさに戻り始めていました。この事件について知っていることはないか。ないわ。何もないか。何にもないわ。では評決にかかれ。待ってください。まだ証拠が、お目にかけたい証拠がございます。ただいまこんな手紙が見つかりました。一体何と書いてある？まだ読んでいませんが、ジャックが誰かに宛てた手紙のようです。いいえ、私はそんな手紙書いていません。第一、私のサインがないじゃありませんか。サインがない？それはお前にやましいことがあるからだ。
正直者なら、ちゃんとサインしたはずだぞ。これでジャックの有罪は証明された。そんなのめちゃくちゃよ。評決にかかれ。ダメダメ、こんなインチキ裁判取りやめよ。おだまり、黙るもんか。この小娘の首をちょん切れ。何よ、あなたたちなんかトランプのカードのくせに。アリスったら、起きなさい。ああ、夢か。ずいぶん長いこと眠っていたわね。私、すっごく変な夢見ちゃった。アリスが見たのは、少女の無邪気な心が作り出した夢でした。でもアリスは、大人になっても忘れないでしょう、この不思議の国での出来事を。